します。鳥さんじゃなくてこっちの菊水さんの方に行きます。ちょっとここかな。行きましょうか。そうすることで階段の落差の負担が、うん、これは画期的やね。このシステム。このちっちゃいやつだけやと大きいやつと同じ段差やけど、間に一歩かますことによって負担を軽減するという工夫、素晴らしい。でもめっちゃ楽。なんかアホみたいになってるけど。でもめっちゃ楽やほんまに。足の負担が全然ちゃうなこれ。ダムやな。一旦町に行ってきました。ここから日踊り駅目指します。坂ばっかりで。それが高取山やな。そこ左が出てるとこ。え？もうちょっと左、ずーっと左。こっち？うん。これ町中に降りてきて、またこっちへ行くと。菊水線。見えない。あれが菊水線。次回リベンジですね。はい。こういうと結構高いな。残念ながら妻が足で負傷したため、足を負傷したため、
ここで今日は終了です。リベンジします。